はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。エリキブログです。私たちは栄に来てます。名古屋の中心にある夜の街です。サンシャイン栄っていう観覧車があって、はい、ドンキがあって、ど真ん中です。ということで夜なのでお腹空いてます。なんか食べに行きましょう、はい、名古屋飯をなんか食べに行きましょう、はい。というわけで何を食べましょうか。名古屋飯を食べたければここに何でもある。ひつまぶしもあるし、味噌煮込みもあるし、名古屋コーチもあるし、味噌カツもあるし、あんかけスパゲティもあるし。すごいじゃん、全部あるじゃん。まあ今はがっつりお腹減ってるから、じゃあとんかつかな、ヤバトンかな。味噌カツ、ヤバトン、皆さん行ったことありますかね。だから愛知県の人は分かると思うけど、あの味噌カツはとんかつに味噌ソースをかけたもので、そうそう、ヤバトンがそれを発明した。ちょっと今日食べに行ってみますか。今栄のメインストリートを歩いてるんだけど、ここにショッピングができるところで、松坂屋三越。めちゃくちゃ、お、アウディ R8 だ。僕たち前乗ってたので、もし興味がある方はその動画チェックしてみてください。めちゃくちゃいい車だよね。ここの矢場町にある矢場さんが、まあ、今もう行ったけど説明下手くそだな。テイク2、テイク2。矢場さんの名前はここにある矢場町から名前を取ってます。その本店が矢場町にあるから矢場豚のポンにした。これこのマーク見覚えある方いますかね。ヤバトンです。ヤバトンの豚ちゃん、はい、すごいよ。通りに並びました。並んでんだね。トントン、味噌カツうまそう。これがヤバトンの名物、鉄板のトンカツ、味噌カツで、これ普通のめちゃめちゃうまそう。で、2種類の味も味わえれるよ。ソースと味噌両方。私は盛り合わせ的なにしようかなと。おお、ロース、エビフライ、アスパラ巻き、盛り合わせ定食。欲張りな女ですね。いえ。どんどん階段登ってるけど、何階建てなの？タワーでしょ。すごいね。ヤバトンタワーになってる。はい。乾杯。ヤバトンじゃん。でもこれ食べ終わったら帰って、そう、リラックスタイムで、ビール飲んで YouTube 見て、やっぱり幸せのひとときを過ごす。私は Netflix を、そう、いつもなんかあれだよ、最近ドイツの Netflix がつなげるようになったから、めちゃめちゃドイツのコメディアにハマった。皆さんがしてるかわかんないけど、日本にいるときとドイツにいるときに同じアカウントを持ってても、うん、見れるコンテンツが全然違う。そう、国によって見れるコンテンツが違う。世界一周の時にね、国が変わったらコンテンツが変わったもん。だから最近はノルドビピエンというサービスを契約したら、まあ、どこの国のネットフリックスでも見れるようになる。で、ちなみに皆さんもあの、まあ、アメリカのネットフリックスを見たい方とかがいましたら、うん、ノルドビピエンも予約した方がいいかなと思って。皆さん旅系の人が多いかな。私たちみたいに中国に行ったらめちゃめちゃ困るよ。そう、ね、Google 系のサービス全部使えないからね。 Google マップ、YouTube、 中国に旅行行く人とかは事前にそういう VPN を携帯に入れたら、そしたら別に Google マップもね使えるようになるし、 YouTube も別に中国行っても見れるし。じゃあそのセットアップはちなみにめちゃめちゃ簡単で、サインアップしてアプリをダウンロードして、うん、そこで国を選んで、うん、もうアプリをオンにしてボタンを押すだけ。その VPN の情報は概要欄に載っておきます。そうね、レナが使ってるサービス、まあ、おすすめなので皆さんにもしね興味があれば。わー、うまそう。はい、あれが今からこう、ここに味噌をかけるよ。これもヤバトンのデザインだよ。豚になるよ。かわいい、かわいいよね。うわー、いい音。うまそう。めっちゃ美味しそうでしょ。
疲れ様。ちなみにね、キャベツとご飯はおかわり自由。まあね、ロースとヒレだったらヒレのがね断然美味しい。こんな全然違う。あ、めっちゃ熱いってこと？まあ鉄板の上だから。そう。あ、全然味噌がうまい。みんなここの人だね。100倍うまいでしょ、味噌。この鉄板のあれが一番いいのかな、これだね。そう、キャベツ、しなしなキャベツがめちゃくちゃこの味噌吸ってね、抜群にうまいのよ。ああ、最高。ちなみに、昔ヤバトンが居酒屋スタイルだったから、うん、味噌おでんもやってたし、串カツもやってて、で、誰かがその串を味噌のソースにつけて食べたのが味噌カツの。すごいじゃん、味噌串カツの誕生。Yes。 その人天才じゃん。 Yes。 でかいエビフライ、エビフライちなみに名古屋名物だよ。もわ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 ってめっちゃうまいなの、エビ。うまっ。エビフライもうまそう。これ周りの文句言うことがあるの。シェアリングエコノミー知ってた？21世紀はシェアリングエコノミー、みんながシェアしてハッピーになる時代。たまに変なこと言う。うまっ。ね、はいよ。早くない？何だ。うん、うまっ。足りないならもうちょっと注文して。21世紀はノーシェアリングエコノミー。ごちそうでした。ごちそうさまでした。デザートは？ベリーグッド。デザートあんのこれ。すいません、アップルパイ。アップルパイは今日品切れなんですよ。残念。コーヒーデザートとか。デザートないです。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。残念です。残念。下にソフトクリーム持ってたよ。ヤバトンの味噌ソフト。するの。あ、そうなの。はい、というわけでもう会計して出ますよ、社長。はい。いつも通りじゃんけんに決めましょう。勝った方が払うってことね。あ、そう。男気じゃんけん。いくよ。はい。最初はグー、じゃんけんポン。やだ。払いたかったな。払いたかったな、社長。今そこまで高くないから。追加注文。追加注文、メニュー、メニュー。バカバカ。すごいよ、ヤバトンのビルの中にエレベーターがあるよ。ヤバトン、全部ヤバトンだよ。ヤバトン全部豚さんがついてる。もうアトラクションやん。お土産売ってるやん。そうだよ。社長、ごちそうさまでした。ヤバトンショップの、そっちのショップで売ってるってこと？ほんとだ、ソフトクリーム売ってる。抹茶ソフト600円。高いよね。だからめちゃめちゃ美味しくないと。濃厚抹茶なんじゃない？ダメだよ。めっちゃうまそう。めちゃめちゃクリーム。あとヤバトンの前でずっとアニメが流れてる。ヤバトンのアニメ、うまいですか？抹茶抹茶抹茶。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。